こんにちは今日は電気自動車の仕組みについて解説します電気自動車が動く仕組みを理解するためには3つの要素を理解する必要があります1つ目がこちらのモーター2つ目がインバーターそして最後の3つ目がバッテリーです電気自動車の基本的な動作原理はこうですまずこちらにバッテリーがありますけどもバッテリーからは直流の電圧が出ていますバッテリーの直流電圧を直接モーターに加えることはできません こちらのバッテリーとモータータの間にインバーターーーが必要になりますインバーターの役割はバッテリーから出ている直流電圧をモーターを回すために必要な3層の交流電圧に変えてあげることです。とりあえず実際にバッテリーとインバーターを使ってモーターを回してみます準備ができました。 ここにスロットルがあってスロットルを回すとこちらのモーターが回るはずです。 これが電気自動車の仕組みです上から順番にギアボックスとモーターがあってで次にインバーターがあってで最後にバッテリーがあるとこの順番ですね先ほどの映像でも説明したようにこちらのバッテリーは基本的に直流の電圧しか出しませんこの直流の電圧を直接こちらのモーターにですね、引火してもモーターは回りませんというかモーターは壊れてしまいます なので、こちらのインバーターを介してモーターを回すのに必要な三相交流電圧を作ってあげる必要があります。実際にこのモーターに加える電圧っていうのはこちらのインバーターから出ていてで、そのインバーターの出力、電圧波形はこのようになっています。で、この電圧波形のことを三相交流の電圧波形と言います。モーターから3本線が出ているんですけど、そこにですね。こういった電圧波形を加えるんですね。そうするとモーターは回ります。 で電気自動車の速度を変えるためにどうすればいいかっていうと、基本的にモーターの回転数を変えますよね。でモーターの回転数を変えたい時にどうすればいいかっていうと、この電圧波形の周波数を変えます。電気自動車を速く走らせるためにどうすればいいかっていうと、こちらのモーターの回転数を上げればいいんですね。でモーターの回転数を上げるためにどうすればいいかっていうと、この電圧の周波数をもっと高くします。 逆に電気自動車を遅く走らせたい場合はどうすればいいかというとモーターの回転数を落とすためにこちらの周波数をもっと低くします普通の自動車を加速させようとした場合どうするかというとブレーキから足を離してでアクセルペダルを踏みますよねでそうするとエンジンの回転数が高くなってで車はどんどん加速していくわけです電気自動車の場合はどうするかというと基本的に同じようにアクセルを踏んであげればいいわけですね でそうしたときにどういうふうにこちらのモーターを回すかというとこちらのバッテリーからインバータに電力が供給されますでこちらのインバータでこの三相交流の電圧波形を作ってあげます最初自動車は停止していますので基本的に周波数は低い状態 0Hz から始まってでその周波数をどんどん高くしてあげますなのでこちらのインバータからモーターに電力を供給してあげますこの三相交流の電圧波形を加えてあげるわけですね そうするとこのモーターは回り始めてこのギアボックスを介してタイヤを回し始めますこちらのギアボックスなんですけど非常に単純な構造なんですねエンジン車と6速ぐらいのトランスミッションが入っていますけど電気自動車の場合は基本的に1速しかありません基本的にモーターの回転数が1万回転ぐらいで回るんですけどもその回転数を減速させるようなギアボックスが入っています なのでこちらのギアボックスの役割としてはモーターの回転数を減少させてでその代わりにトルクを増やしてこのタイヤを回してあげます。次に減速するときはどうするかっていうのを少し考えてみるんですけどまず最初にですねガソリン車の減速について少し考えてみます。まず1つ目がエンジンブレーキですねエンジンへの燃料の噴射をカットしてでそのエンジンの抵抗で減速していくっていうやつです。 で2つ目がブレーキペダルを踏む方法ですね。車が動いている時の運動エネルギーをブレーキペダルを踏むことによってブレーキローターとブレーキパッドで熱エネルギーに変換して止めます。で次に電気自動車の場合ですね。で電気自動車の場合も基本的に2つあります。1つ目が先ほどのガソリン車と同じようにブレーキペダルを踏んでこのホイールの中にあるメカニカルなブレーキで運動エネルギーを熱エネルギーに変えて で減速する方法です。それはガソリン車も電気自動車も変わりません。で、電気自動車特有の減速方法で回生ブレーキっていうのがあります。で、こちらの回生ブレーキはどんなブレーキかっていうと、車の運動エネルギーを電気エネルギーに変える減速方法です。どういうふうな動作をするかというと、まあ、まず車が動いている状態を想定します。車が動いている状態でブレーキを踏むと、こちらのモーターを発電機として使うことができるんですね。 でその発電機として使うためにはこのモーターだけではなくてインバーターーーの制御も必要ですでインバータをうまいこと制御することによってこのモーターをですね発電機として制御しますそうした場合電気の流れはどうなるかっていうとこちらのモーターからインバーターに流れてきてで最終的にこちらのバッテリーに来ますでこれが回生ブレーキですねこちらのモーターを発電機として使用してでインバーターを介してバッテリーを充電してあげます なのでブレーキを踏むと車の持っている運動エネルギーがありますけども通常のブレーキを踏むとそれは単なる熱エネルギーになってしまうわけですね、まあ、でも回生ブレーキをうまく使ってあげるとモーターを発電機として使ってインバータを介してバッテリーを充電することができます回生ブレーキの何がいいかっていうとバッテリーを充電でできるんですねで回生ブレーキを使わないとどうなっていたかっていうとブレーキのたびに車の持っている運動エネルギーを捨てていたんですね ででももそれっって結構もったいないなすよね車は1.5トンくらいあるんですけどその運動エネルギー結構大きいのでそのブレーキでバッテリーを充電してあげてで結果走行距離も伸びるっていうことが実現できていますただ電気自動車の場合100%回生ブレーキを使っているかっていうとそんなことはなくてちゃんとメカニカルのブレーキとま併用しながらま使っています、まあ、例えば急ブレーキの時なんか回生ブレーキだけでは当然間に合わないのでメカニカルのブレーキも併用してあげる必要があります あとすごい低速時の時なんかはこちらのインバータの制御が難しくなってくるのでそういった場合は回生ブレーキだけじゃなくてメカニカルのブレーキも一緒に使ってあげます次に電気自動車に使われている個別の部品について説明していきますまずはじめがバッテリーですね こちらですで電気自動車に使われているバッテリーはどんなのが使われているかっていうと今のところリリチウムイオンバッテリーがよく使われていますで電気自動車のバッテリーの出力電圧なんですけども例えば日産ののリーフあありりまますすけどもそちらは 350V なのでこちらの電池1つのセルが 3.7V の電圧が出てるんですけどもこのバッテリーを直列に接続して電圧を稼いで,でその電圧の合計が 350V になるようにしています。 ちなみになんですけどちょっと前のテスラのモデル S っていうまあ電気自動車があるんですけどそちらの電気自動車はこの円筒状のバッテリーを積んでましてバッテリーだけで 540kg あってでこちらのバッテリーの本数ですねバッテリーの本数が7104本も積んでるとまあものすごい数のバッテリーを積んでまあ走行できる距離を稼いでるわけですね。 そう考えてみると、ガソリン車がいかに長い距離を走ることに対して優れているかっていうのがわかると思います。リチウムイオンバッテリーが電気自動車にはよく使われているんですけども、もこちらにも1つバッテリーがあります。これは鉛の 12v のバッテリーです。あのガソリン車のまあ電源としてよく使われているやつです。めちゃくちゃ重いんですね。 なんで,で重いかっていうとこのバッテリーの中に、まあ、バッテリーの電極が入っているんですけどその電極が鉛でできているんですね。で元素周期表の後半部分に出てきますでその鉛を使っているのでこのバッテリーだけ大体25キロぐらい。 あります。電気自動車の場合はこちらの鉛バッテリーを使うのではなくてこちらのリチウムイオンバッテリーを使いますなぜリチウムイオンバッテリーを使うかなんですけどもこちらのリチウムイオンバッテリーエネルギー密度が高いんですねこちらの鉛のバッテリーと比較すると数倍程度高いエネルギー密度を持っています なのでこちらの鉛バッテリーと同じ体積分のリチウムイオンバッテリーを用意するとその分高いエネルギー密度を持っていますのでエネルギーの総量としては数倍高くなるわけですねで電気自動車の走れる距離を決めるのは何かっていうとバッテリーをどれだけ積むかなんですねで基本的にバッテリーをたくさん積めば積むほど電気自動車は長い距離を走ることができますで電気自動車の場合は床下の限られたスペースにこのバッテリーを並べて で積んでいくわけですね。で、その限られたスペースにエネルギー密度の低いこちらの鉛バッテリーというのは適さないんですね。その限られたスペースにできるだけエネルギー密度の高いこちらのリチウムイオンバッテリーを積んであげるのが今のところの正解なのかなという感じです。で電気自動車の今のところの一番の弱点は充電時間がかかるということですね。で、家で電気自動車をフルに充電する場合はもう数時間程度かかるみたいですね。 あとは急速充電っていうやり方ですね。これは出先で充電するやり方ですね例えば高速道路のパーキングエリアで急速充電するだとかまあ、そういったやり方です。で、急速充電するにもまあ、フルで充電するには大体30分から1時間程度必要とするみたいですね。 ただ200キロ走る分くらいの電気を充電するにはだいたい20分くらいあればいいっていうのをインターネットで見たので、まそこまで遅くないかなっていうのが個人的な印象ですね。でもう少し急速充電に時間かかるかと思ったんですけど、思ったよりもかからない感じでしたね。次はモーターです。モーターなんですけど日本語だと電動機って呼びます。こちらのモーターなんですけども直流モーターと交流モーターがあります。 でこちらの直流モーターなんですけども今こちらに用意しましたこれが直流のモーターですこちらの直流モーターなんですけども基本的に電気自動車に使われることはありませんなぜかというとメンテナンスが必要だからですで直流モーターには整流子とブラシという部品があるんですけどもその2つは常に接触してるんですね で接触しているので摩耗します摩耗が進んでくるとモーターは動かなくなってしまったり性能が低下してきますので定期的なメンテナンスが必要です定期的なメンテナンスが必要になるので直流モーターは基本的に使いませんなので基本的には交流モーターを使います交流モーターの中にも2種類あります誘導電動機と同期電動機ですねで。この誘導電動機のことを IM ってインダクションモーターって言います え、同期電動機のことは sm ですね。シンクロナスモーターって言います。で、大体の電気自動車はこちらの同期電動機を使ってますね。で、こちらの同期電動機っていうのは中に磁石が入っていてで、その磁石が回転することによって、まあ軸から出力を取るタイプの電動機のことですえ、同期電動機の何がいいかって言うと基本的に効率がいいんですね。まだいたいこちらの誘導電動機と比べて2。3%くらい効率が高くなります。 まあでもその回転子の部分に磁石を使っているんですけどもその磁石が高いんですねまあレアアースとかレアメタルだとかまあそういったものを使ってますこちらの誘導電動機と比べると少しコストが高くなりますまあでもその分効率が高いのでまあ長い距離を走らせることができますね次に誘導電動機なんですけども今こちらに用意した電動機ですねこれは誘導電動機です非常に単純な構造をしていて回転子の部分が 銅とアルミでできてます。なのでこちらの同期電動機と比べてコストが安いんですね。まそういった貴重な金属だったりそういったのを使いませんから。その代わり効率が少し悪くなります。テスラのモデル S の後輪のモーターにはこちらの誘導電動機が使われているんですね。これはちょっと驚きですね。 普通電気自動車はこちらの動期電動機を使ってで効率よくして走らせてで走行距離稼ぐみたいなまあそういったイメージがあったんですけども電動機を後輪モータータに使ってます、うん、で電気自動車は走れる距離が短いのでなんか効率が悪そうに聞こえるんですけども実はそんなことなくてものすすごく効率がい,い乗り物なんで,す、ね、で走れる距離が短い原因はこれはバッテリーの性能がそこまで高くないっていうことにあります。 で電気自動車の効率が高い理由なんですけども使っているモーターの効率が高いんですねモーターの効率なんですけども大体90から96%ぐらいありますじゃあエンジンの場合はどうかっていうと大体まあ40%ぐらい高くて40%ぐらいそんな感じですね、まあ、これがどういう意味かっていうと例えばモーターに 100W の電力をまあ入力して回したとしますよねその時に こちらのモーターの軸から出てくる。まあ、機械的な出力がまあ90から 96w くらいで出てくるってことです。で、そのロスの分はモーターの巻線であったり、そういったところで消費されてしまう電力ですね。それに比べて 100w 分のまあ燃料を燃やしたときに、エンジンは40%の機械出力しか得られないわけです。まあ、そもそもエンジンの場合は可動部品がものすごく多いですよね。 でしかも排気ガスも出てくるとでシリンダーの中に燃料を噴射してでスパークプラグで点火してで燃料を燃やしてピストンを動かしてでクランクシャフトからその回転エネルギーを出してくるわけですけどもその時点でエネルギーがもう摩擦として奪われてるわけですね。 あとはオイルがエンジンの中で循環してますけどもでそういったオイルを循環させるための油圧システムでまあ損失も出てますしであとクランクシャフトの軸をまあトランスミッションにつなげてで車輪を回すわけですけどもでそのトランスミッションの中でまあギアがたくさんあってそこでの摩擦であったりあと油圧システムの摩擦であったりもう基本的にロスがものすごく多いんですね。 あと、排気ガスとしてエネルギーがかなり捨てられています。あの自動車のマフラーとか触るとわかると思うんですけど、結構熱を持っていますよね。まあ、そういった使えなかった。熱が排気として全部出されてしまうわけです。次にモーターとエンジンのトルクの特性の比較をします。で、これはまあそれぞれのトルクのグラフですね。横軸は回転数でで縦軸がトルクです。 モーターのトルク特性で何が優れているかっていうと0回転の時点から100%のトルクを出せることですで電気自動車に初めて乗った人がよく言う感想なんですけども加速が強いとか加速が鋭い加速が速いとかそういったのがよくあるんですねでその加速が速い理由はこの0回転から100%のトルクを出せるってのがその理由です で一方でエンジンの場合はどうかっていうと、まあ、そもそも0回転では運転できないわけですねでアクセルを踏むと大体いい1500から2000回転くらいでまあ加速していってギアを入れ替えていくわけですねでそのちょうどまあよく使う回転数のところでピーク、まあ、トルクのピークが来るようにまあ設定しているみたいですけどもなのでこういった回転数の低いところではトルクが細いのでなので加速が遅く感じるんですねで逆に電気自動車の方はまあこういったトルク特性なのでまあ加速が速いと こういったモーターの特性もあってそもそも電気自動車はトランスミッションを積んでませんね。まあ、中には2速ぐらいのトランスミッションを積んであるのもあるんですけども基本的には1速だけの減速用のギアだけを使っている場合が多いですまあ、ただガソリン車の場合はこの特性をまあ素直に使うわけじゃなくて実際にはトランスミッションを積んでるわけですよねなのでトランスミッションを変速してあげることでうまいことこのトルクの特性をですね使えるように変速しています 電気自動車なんですけども、あのレスポンスがものすごく速いんですね。まあ、レスポンスっていうのは何かって言うと、例えば入力に対する応答のことですね。その応答がものすごく速いです。で、これはあの電気と機械の一般的な違いなんですけども、例えば機械系でまあこの時点で何か信号を入力したとしますよね。そうすると、機械系の場合はこういうふうなまあ、結構ゆっくりな感じで応答が返ってくるわけですね。 でこれはもう仕方なくて、まあ、機械系の場合は実際に物を動かしたりする必要があるので、えー、どうしても応答は遅くなってしまいますで一方で電気の場合はどうかっていうとこれはもう電流だとか電圧だとか、まあ、ものすごい応答が早いですなのでこの時点で入力したらもうすぐに、まあ、こういうふうになんか応答が返ってくるようになりますで一般的な感覚でいうと電気の方が機械と比べて大体10倍から100倍くらい応答が早いです で電気自動車はよく雪道に強いとか横滑りに強いとか言いますけども、それはこのレスポンスの速さが理由です。例えばあの雪道に強いっていうのはまどういうことかっていうとタイヤが滑らないっていうことですよね。このレスポンスが速いっていうのはどういうことかっていうとタイヤが滑った瞬間にその滑らないようにモーターを制御できるっていうことですで。タイヤが滑っているときにま滑らないようにモーターの回転数を減らしたいわけですよね。 でその時に応答がが遅いいと滑、まあ、滑る滑らななを繰りり返ししてて、まあ、非常に乗り心地が悪くなってしまうわけですで一方で電気自動車の場合はどうかっていうとこの応答が非常に速いのでもう滑る滑らないの間隔を非常に短くすることができてで、まあ、結局滑らないっていうことが実現できるんですけども、まあ、結局そういったレスポンスが非常に速いので横滑りしなかったりあとは車輪が空転しなかったりだとか、まあ、そういった利点も電気自動車にはあるわけです。 というわけで今日は電気自動車の概要とまあその特徴について少し話しましたで電気自動車とハイブリッド車について話していくシリーズなんですけど、まあ、何回か続けていく予定ですもし電気自動車とかハイブリッド車について知りたいことがあったらこの動画のコメント欄に書いてもらえるとあの将来のシリーズでもしかしたら取り上げるかもしれませんそれでは最後になりましたが動画のご視聴ありがとうございましたチャンネル登録よろしくお願いします